受け継がれる文化、歴史、そっと記憶をたどってみると心に残る風景がある。夢クルーズ、ブロートゥユーバイ福岡県佐賀県ホンダカーズ。今日のクルーズはホンダ ZR-V。 豊前市で創業150年を超える浦野醤油醸造元、1907年に建てられた母屋は国の有形文化財に登録されています。ここでは伝統を守りながら新たな商品を作り続けています。中でも人気の一品が虹色甘酒。出来たての麹で仕込む伝統的な甘酒に福岡県産のあまおうや抹茶などをブレンド。砂糖を使わなくてもまろやかな甘さがあり、ノンアルコールの優しい味わいを楽しめると評判です。見た目が可愛い味噌玉はお湯を注ぐと具材が広がり、お味噌汁に早変わり。塩麹作り体験も行っています。豊前市へのクルーズはホンダ ZR-V。 艶やかに、そして凛々しく、感性を刺激する力強い存在感、ホンダの新しい SUV の誕生です。皆様のご意見ご感想を募集しています。詳しくはテレキュー夢クルーズで検索。この番組は福岡県佐賀県ホンダカーズの提供でお送りしました。